この時間はイラン対日本、こちらの一戦をお届けいたします。エスタディオエスコルピオで行われる本日のゲームです。コンディションです。今夜の現地は晴れ、過ごしやすい気候の中行われるゲームです。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。日本国国歌お聴きいただきます。日本はこの試合 4-5-1 というシステムで臨んでいます。どうご覧になりますか？非常に中盤にトライアングルが作りやすいシステムですよね、はい、ボランチとオフェンシブハーフを中心に組み立てていく中で相手ディフェンスをサイドまでいかに引っ張り出せるかですよね。数的優位な状況を作れればワントップを生かす形が作りやすくなりますよね、あとはそのトップがどういう役割を果たすかがポイントになってきますよね。なるほど、前線ワントップが重要なんですね。まあ単純に味方への落としですよね、はい、まあそこが堅実なポストプレーで中盤でのパス回しに参加することによって相手の最終ラインを高く持ってくることができますよね。まあそうなると裏にスペースができやすくなるので、まあ状況によっては飛び出していく動きも必要になってきますよね。笛が吹かれてスタートです。イラン対日本、サイド紹介です。向かって左のエンドから攻めるのがイラン、反対側右のエンドからが日本。さあ北澤さん、この試合で一番気になる選手は誰でしょう？やっぱり久保に注目でしょうね。もう改めて説明するまでもないくらいの選手に成長してますよね。あの左足でのパスやシュートは非常に精度が高いですし、ドリブルでの積極的な仕掛けというのも見せてほしいですよね。彼がどれだけ自由にプレーできるのかという部分が今日の鍵になってくると思いますけどね。なるほど、そういった部分も今日の注目すべきポイントですね。上田、久保、遠藤へ、伊藤、町田へ、富安、板倉、町田から左へ、町田から三笘、伊藤。ああ、いい展開ですね。中折り返した、ここは抑えました。遠藤、もう一度組み立てます。ここはまだ始まってお互い様子見といったシーンが続いています。上げてくる、どうだ、伊藤、遠藤、このパスがつながります。まあまだ両チームともシュートはありませんけどもね、立ち上がり様子を伺っているというところでしょうかね。どちらが先に仕掛けるかですよね。富安、伊藤へ、三笘、遠藤へ、森田、さあ右へ預けて、久保へ、おっとこれはカウンター行きますね。スペースへ町田、ここは読んでいました。富安、
南野に渡る。このボールをカットします。さあ左へ預けて、イランカウンターを仕掛けます。ここは下げます。この位置からプレッシャー、ここで奪われると危険です。またファウルか。パスでつないで攻め込んでいきます。奪います。南野、富安、遠藤、遠藤から左サイド抜けてくる。ないですね。サイドへ。日本はあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。クロス、そのままキーパーが抑えました。アップオフサイドですか。町田、三笘へ、遠藤、南野へ、上田、ここは競り勝ちます。いいでしょ、ポジションの切り替え。三笘、三笘、南野へ、南野から上田、ここはカットします。遠藤、板倉へ、さあ南野、遠藤、遠藤から右へ、ここで笛。前半が終わりました。前半0対0。さて北澤さん、ここまでご覧になっていかがでしょう。日本としてはまだシュートコースの開け方、スペースの作り方なんかにもう少し工夫が必要かもしれませんね。イラン対日本、0対0のまま後半に入ります。後半キックオフです。0対0で折り返しです。久保、つながります。サイドを使います。ボールのどこのパス、中央へ、ボールはクリア。おっとオフサイドですね。町田、伊藤、遠藤へ、町田、伊藤へ、遠藤、伊藤、遠藤へ、右サイドへ振って、さあここからの展開。南野から上田、さあ左サイドへ、このボールはビート前、ロングボールを入れてきます。久保、久保から上田、上田来た、かわす。奪われると危険な位置、サイドへの展開、スルーパス、来たか。これはどうやらオフサイドのようです。
伊藤、体を張ります。遠藤、ここはつながりません。さあカウンターだ。スルーパスを狙う。いいボールだ。これもオフサイドです。日本はこれが最初の選手交代となります。Substitution in progress。 ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。ここまでのところ全体的にシュートが少ない試合展開ですよね。まあ、ここからどちらが無理して攻めていくかという状況じゃないでしょうかね。注目したいですね。裏へのスルーパス、インターセプト、クリア。このピンチをなんとか出します。これは積極的なチェック。やや危ないようにも見えましたがレフリー取りません。さあカウンターのチャンスになります。華麗なボールコントロール。さあ右へ預けて。お、いい形じゃないですか。久保、右サイドへ振って、このマッチアップどうなる。南野へ、このパスを防ぎます。から右へ久保、マッチアップのシーン、これは果敢なディフェンス。中山、久保、日本はまだ選手交代枠を残しています。これをカットします。中山から上田、さあ左へ預けて、この位置でボールを受けます。抜けてくる。今のはいい攻撃でしたよね。試合も終盤ですからね、これを続けてこのまま決定機につなげたいですよね。スペースを狙う。イランとしてはいい攻撃でしたけどもね、まあまだ時間ありますからね、この流れを続けたいですよね。裏のスペースを狙う。さあ南野、南野、南野、積極的に切り込んでいったんですが惜しくも外しています。クロスに行くんですけどね、うまくこうボールをさばかれてしまうので、ボールの奪い方、奪う場所、明確になりませんよね。渡ればチャンスですが、うまく噛み合いませんでした。裏を狙う、これはどうだ、シュートレンジです。守備陣クリアの対応です。イランとしてはチャンス作ったんですけどもね、流れは来てますから得点につなげたいですよね。周囲に終わりました。残り時間少ないですからね、この状況での戦い方どうしますかね。スルーパスを出す。これは届くか。旗手から三笘。時間なくなってきましたよね。最後ワンプレーってとこですかね。久保、飛び出した。イランとしてはなかなかいい形。ここで主審、試合を止めました。決着つかず、0対0。両チームゴールネットを揺らせず引き分けで試合を終えます。北澤さん、今日のゲーム振り返って何かございますか。日本としては勝てない相手でなかっただけ